ついに始まりました。カンキッチン記念すべき第1回。ゲストは、ラルフです。ラルフ。手順間違えたわ。はい。おもろっすね。スタート。よし。ハマタイム。まあちょっと第1回ということで、ぎこちないところもありましたが、はい。まあ今日は、オーダーいただいたホットケーキ、はい、しかもホットケーキの中でも、マヌカハニーの一番好き、はい、このマヌカっていうのはまずそもそもあんまり僕は聞き慣れてなかったんだけど、めっちゃいい蜂蜜で、もともとボイスケアで使ってて、はい、なるほど。それでもずっと食ってるみたいな感じだったっす。さすがラッパーですね、はい、あと果物もあって、せっかくだからフルーツジュースも好きだったりっていう感じですか。はい、なんでこう付け合わせとしてフルーツジュースも作っていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ね、このうわ可愛いですね、はい、番組エプロンがあるんでちょっと好きな色をデニムでいきます。デニムで、はい、わかりました。これがまた特殊な、そう特殊なんだよね。これで前を通して、なるほど、はい、でここで前で結ぶのが、わかりました、うん、小学校以来です。エプロン、はい、あ、本当、家庭科の授業以来だ。そうっすね。育ちはもう完全に日本なの？4歳ぐらいまでインドネシアいたっぽい。もういたんだ、はい、なるほどなるほど。じゃあ早速作っていきたいと思います、はい、あれ普段日頃ラルフは料理の方は？あ、もう全くです。全くだ、はい、ウーバーイーターで。ウーバーイーターだ、はい、お願いします。なるほど。せっかくだから一緒に作っておきますか。お願いします。とりあえずまずは卵1個に対して牛乳 130g。 牛乳、はい。今日もホットケーキミックスの、ホットケーキミックスっていうのか、はい、それ使っていくんで比較的簡単だと思います。作ったことないですね。ホットケーキ作ったことない？ないですね。これ結構ね、子供に、あ、じゃあやっぱ測るとこからいきますか。いきます、うん、デビューで30ですね、うん、なんか絵的に大丈夫かこれ。ここで今日はこのマヌカもね2種類用意してるんですよ。はい、これ日頃使ってるのとはまた違う感じです？違いますね、全然高いやつ。あ、本当？はい、なるほど。ちょっと味見しますか。じゃあこっちか、うん、ちょっと線乗ってみますか。ちょっとこれ絵大丈夫ですか？絵は全然問題ないです。どうですか、うん、うまい。うまいね。聞くね、これ。うまいぞ。でも日頃ライブの前にこれをちょろっと舐めるんだ。そうです。ライブ前と後に舐めてますね。あ、こっちの方がでも。うん。あ、結構違うよ。マジですか？こっちは結構。粒状が。あ、本当だ。なんか味もきつめだな。あ、でも俺こっちの方が好きっす。あ、こっち。でも喉にいいのは1個目だと思います。なるほどね。じゃあもうどうせなら両方使っちゃいましょう。はい、うん、1種類ずつでいきましょう。じゃあこれをこっちにしましょう。どんぐらいやるんすか？もうこれ好みだよね。それだけですか？結構もうこの日本人離れしたホットケーキになるな。これで溶かを大きく混ぜて泡立て器 でここに卵も入るのかな。ごめん、手順間違えたわ。はい。
卵先だったな。まあでもいけるでしょ。食えば一緒だ、うん、あれ料理作んない割には片手で卵は割れる技術があるの？あのガキの頃は、うん、あの家に一人だったんで。あ、そう、軽めのはやってたっす。なるほどね。皿もね、一緒にこう、行っちゃった方がいいから。そうそう、こう行っちゃった方が。あ、もうゴリゴリにしてこう行っちゃった方がいいと。なるほど、なるほど。若干の殺意があった方がいいっすね。まあ、愛のある殺意というか。あ、そうですね、うん、結構このぐらいまでは行くからさ。わかりました。うん、そうだね、行きますか。だいぶいい感じになった。おお、本物っすね。大丈夫ですね。あたす、はい、助かりました。じゃあもうここからひたすら焼いていきましょう、はい、じゃあフルーツせっかくだから一応全部使います。わかりました。曲作るのって家で作るの？家でデモまで作ってみたいな感じですか。なんですかね、あれっす、ロジックっす。ロジックで自分でポーってやってんだ。そうですね。今アプリでも撮れたりするじゃん。しますね。すごいよね。このなんかたまに勝手にさ、はい、おすすめとかでさ、はい、なんかインスタでもさ、酒を大樽で作ったりさ、はい、知ってる？なんか全部人がなんとかできやみたいな。はい、まあ、そういう斬新さのなんかジュースになるかな。そうっすね、ジャズっすね。ジャズ、はい、ジャズだね、確かに。やべ、ホットケーキは焼けるの早いな。このね、蜂蜜があるからちょっと見た目が黒くなりやすいね。ああ、なるほど、うん、牛乳ちょっとストップ言ってもらってもいいですか。うん、スタート。よし、ハマタイム。はい、オッケーオッケー。あれでも俺気づかないうちにささっとキュウイの皮むいた。むきました。おー、すごいじゃん。あの手でも力づくづけ。あー、いった、ボッコボコになった。こんなもんすかね。オッケーです。ちょっと味見してもらって。これはでもホットケーキ結構蜂蜜先に入れるとすごいよ、多分。どうですか、なんか足りなかったり。あ、どうだ、まずいってことはないだろう。まずくはないです。ただちょっとなんか健康な、健康志向、モデル乗りの感じがしてて。健康志向だ。あ、キウイの酸っぱさですかね。で、今25歳だっけ。はい、うん、こう家を飛び出したのは。あ、でもちゃんと出たのはあのラップスターで成功していこうというか、成功って言ったらあれですけど、まあ、あのお金もらったんで、うん、いくつからやってたのラップは。言っても20なんですけど、その時代の流れ的にずっとトラップの中で自分の今のスタイルでやったんで、うんうん、やっぱ全然上がらなくて。なるほど。それが上がるようになってきてくれて時代変わったっていう感じです。あ、焼き方極めてきたこれ。おお、うん、でもどうしてもね、蜂蜜が。もう盛り付けじゃあラルフセンスでこっち始めてもらおうかな。ホイップクリームもあるじゃん。あります、あります。俺らのイメージでするハワイ風でいきますよ。わかりました、うん。あ、全然ハワイじゃなかったかもしれない。あ、でも斬新でいいね。すいません、ラッパーっぽいね。お、いいね、いいんじゃない。いいですか、うん、大丈夫ですか。いい感じだね。ジャズです。ジャズの、ジャズ、はい、自分のジャズです。
ホットケーキ以外だと何が好きなの？ホットケーキって結構時間帯限られてくるじゃん。確かこう渋谷の兆楽とかめっちゃ行くっす。あ、兆楽、はい、ちょっと汚めのとこが好きかもしれない。うん、なるほどね。外食されますか？うん、外食もね、週に1回ぐらいは、うん、俺もね、今家族いるからね、そうそうそ う, そう、やってもらったりとか、あ、そうそう、で、たまに自分でやったりとか、はい、ちなみに今日の朝は俺がやってたけど、おー、うん、いや、起きてパンさん、あ、パンさんって言っちゃった、混ざっちゃったよね、うん、起きてパンさんがパンや帰ってこれなくなっちゃった俺でもこの蜂蜜を混ぜたホットケーキ初めてだな。なんかめっちゃ柔らかいですね。そう、だから蜂蜜のせいなんだよ、多分なんか蜂蜜を入れることによって本当にどんどん綺麗になってますね。そうそう、極めつつあるからめっちゃ綺麗。はい、とりあえずマヌカホットケーキ、はい、完成です。イエッ、いただきましょう。いただきます。よいっす。うん、うまい、うまい。じゃあちょっと食べてみましょう。でもこれになんかガムシロップとかないね。確かにシロップ的なもの、まあでも先に塗り込まれてるから、はい、確かに。いただきます。うん、あ、でもね、奥には感じるね。どら焼きの皮感は否めないちょっと、まあでもこのクリームつけることによって、うん、前ふとした時に鎖カフェの中にいたよね。あ、そうですね、お客さんとしてね、はい、うん、全然なんか普通に飯食いに行ったっす、うん、で、カンさんいるとも思ってなかったんで。本当、はい、上がったよね。あの時こう話して今日どうしたのって言ったら隣にキムチ買いに来たっていうのがまた上がっちゃって。そうっすね、うん、めっちゃうまいですよキムチ。何、あのキムチはツイッターで知ったわけ？あ、そうです、そうです。あ、結構やっぱそういう情報もやっぱ追うのが好きだったり。あ、飯で流れてきたっすね。あ、飯から流れてくるんだ、はい、すごいね。飯アカウント料理し、あ、いや、あのフォローして、うん、そこで多分流れてきて、あ、そこにプロモというか入り込んでたんだ、リーフキムチ。そうですね、普通に1キロ1キロで確定機と白菜買って、うん、1人で食いました。買ったね、1キロ1キロ1週間で2キロ食ったっす。あ、じゃあ結構好きなんだキムチ。好きっすね、やっぱあの方が作るキムチ気になっちゃうじゃないですか、さすがに。そうだよね。意外とでもやっぱこれはこれで美味しい、進むね、うん、全然食ってきます。若い頃甘いの全然食わなかったんだけどね、うん、スタバのフラペチーノとかたやすいとこで言うとあれ持って歩いてる菅さんいますか？あれだいぶ攻めてるね。ダークモカチップフラペチーノクリーム多めでお願いしますこのダークモカチップフラペチーノ、この言い慣れた時の嬉しさとやばい、初め結構10回目ぐらいまで緊張して頼んでたちょっとね、かげれんして、かげれんして今得意げに言ってるけどね、うん、俺あのびっくりドンキーのいちごシェイクがあるんですけど、うん、粒が入ってあれ、あの死ぬ前に選べるなら飲みたいですね。あ、そう、はい、デカジョッキで粒入りのいちごっていうのが、うんうん、でやっぱフルーツジュースとかもう甘いのはもうほんと好きなんだね昔からね、はい、今後またこうリリース予定だったりリリースした作品とか最近あったりって、はい、今絶賛アルバム制作中でファーストなるほど、まあ、それこそ我々のあの KOK の、はい、あのライブでもお願いしてるし今度、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、まあ、でもやっぱラッパーっぽい斬新なデザインで今日はいい感じだよね。これは自分のジャズ見せれたの、ジャズは出てたね、はい、自分で作るとやっぱ違います、ね、違うね、はい、また手作りっていうのがね、そうそう、うん、よかったです。またぜひ機会があったらオーダーください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。